今日夕飯の準備できてないけどどうした？なんでまだ家に帰ってきてないの？仕事終わってないとか？連絡できてなくてごめん。実はちょっと急に体調悪くなっちゃって、最寄り駅の一つ手前で降りたんだよね。今まだ休んでる。はあ？なんで？わかんないけど、ちょっと吐き気がして、連絡遅れてごめん。もうすぐ帰れそうだから。マイナス7。え？何？なんでもない、こっちの話。早く帰ってきてね、腹減ってるから。ああ、うん、わかった。もしよかったら迎えに来てくれないかな？なんで？なんでって、体調悪くて駅で休んでるって言ったと思うんだけど。なんで俺が仕事で疲れて帰ってきてるのに迎えに行かなきゃいけないの？なんで？ごめん、なんでもない。マイナス2。え？早く帰ってこいよ、腹減ったって言ってるだろ。わかった、次の電車で帰る。ごめんね、連絡遅れて。はあ？冗談だろ。え？冗談じゃないけど、なんで冗談だと思うの？だってそんなの予想外だし、本気で言ってるのか？え？そうだけど。本気で妊娠したって？そうだよ。だからこの間私が体調悪かったのも、つわりだったみたい。でも嬉しいよね、喜んでくれるでしょ？だって私が子供欲しいって言ったら、そうだなって言ってたよね。マイナス50点。はあ？この間からそれよく言ってるけどさ、そのマイナスって何なの？意味がわからないんだけど。マイナス100になったら離婚だ。え？今回でかなりのマイナスになったからな。俺に捨てられたくなかったらもっと努力しろよ。待って、何それ、そんなの聞いた覚えないんですけど。どうしてそんなひどいこと言うわけ？それにちょっと待って、なんで妊娠でマイナスになるのよ。お前の責任なんだから、自分でちゃんと主婦業と育児をこなせよ。こなせないようだったら離婚だから。そんなにひどいこと言われると思ってなかった。最近やたらと家事の手を抜いてるし、サボリマな嫁はいらないんだからな。サボリマって、そういう言い方はないんじゃない？私だってサボりたくてサボってるんじゃない。体調が悪くてできることが限られてきちゃってるだけ。それでも頑張ってるのに。妊娠の報告したんだから、せめてもう少し助けてくれてもよくない？マイナス2。ちょっと、その数字も本気なの？妊娠中だからってサボるなよ。俺に減点されたくなかったら努力するんだな。じゃないと捨てるから。妊娠報告に対してその反応ってひどすぎる。とりあえず今は体調悪いから後にして。体調を理由にサボるなよ、このサボりま。それじゃあまた後で。昨日も掃除も洗濯もサボって料理もまともにしてなかったな。どんだけ調子に乗ってるんだ。俺に迷惑かけて楽しいのか、むしろ迷惑をかけることが趣味なのか。そんなわけないでしょ。料理は匂いがきつくてまともにできないの。悪いとは思ってるけど本当にきつい。それに二人の子供なんだよ、少しは支えてあげようとか思わないの？全く思わない。サボリマと結婚したことを深く後悔してる。もっとまともに主婦業できる人間だと思ってたわ。妊婦の私をサボリマ呼ばわりして離婚で脅してくるなんて、亭主関白も行き過ぎなんじゃないの？もう少し現実見たら？マイナス10。いい加減にして。もうすぐマイナス100になるぞ。こんなのひどすぎるし、対応するのも疲れたよ。どうにかしてくれない？俺は子供は不要と思っているしな。減点制でマイナス100になったら離婚なのは変わらない。このままだと出産前に終わりかもな。そうやってね、ちっこく脅してくるのも我慢の限界なんだけど。俺はガキいらねえし、家事やらないなら離婚する。はあ？自分だって結婚した時に子供欲しいって言ってたでしょ？言ったよ。でもまさかこんなに家事できない女になると思ってなかった。こっちだってがっかりしてるんだよ。がっかりって、それはないんじゃない？座りの体調を理解できずにマイナスの数字で脅すなんてひどい。それが嫌ならちゃんと主婦業をするんだな。離婚届はもう用意してあるんだから。
わかってるよ。わざわざ目立つように置いてあるもんね。俺はいつ出してもいいんだからな。ま、マイナスにならないようにせいぜい頑張れ。わかりました。お前は本当に何の学習もしないよな。最低の嫁だわ。お前みたいなのと結婚したのが恥ずかしいわ。ああ、そうですか。よかったね。何がよかったんだよ。この間も実家に帰ってたくせに、その間は俺の食事もなかったんだぞ。どこまで俺にマイナスさせるんだか。勝手に言ってれば。なんだその態度は。今日はさすがにちゃんと夕飯の準備してるんだろうな。妊婦だからってサボるなよ、このサボり魔が。また飯の準備できてなかったから減点しとくぞ。マイナス100になったら妊娠中だろうと放り出すぞ。もう離婚してるけどどうした？え？いい加減に喋るのやめたら？私はとっくに離婚届出したけど、何のよ？そっちこそいつ出ていくつもり？何言ってるんだ。どういうことだよ、離婚届出したって。そのままの意味だけど、離婚したかったから離婚届出したよ。あなたが書いてたんだよね。は？確かに書いたけど、冗談だろ。なんで冗談なんて言うと思うのよ。もちろん本気です。私が冗談なんか言うわけないよね。もうあなたには呆れました。怒りを通り越してドン引きしてるから。はぁ？本気で離婚届提出したのか？なんでそんなこと俺に無許可でやったんだよ。ふざけるな。許さないぞ。なんとでも言ってください。でもさ、あんたがいつでも離婚届出していいって言ってなかった？え？自分で離婚届突きつけてきて、いつでも出せるって言ってたよね。だから私が自分の分も記入して、代わりに出しておいてあげただけなんだけど、何か問題でも？いや、確かに、それは言ったけど、まさか本当に勝手に出すなんて思ってなかったよ。なんで、俺たちじゃあもう離婚してるのか？そりゃそうでしょう、離婚届出したんだし。私たちはもう夫婦じゃないんだから、出てってくれない？そろそろあなたの顔を見るだけでイライラするのよね。それもあって実家にも何度か戻ったりしてたけど、でも自宅で安静にしてたいし、仕事もあるし。だから、早く出て行って。何言ってんだよ。離婚だって意味不明なのに、家を出てけって？ふざけるな。お前の方こそ出て行け。勝手なことしやがって。はい？家は私名義なんですけど。え？お情けで家に置いておいてあげただけだったんだけど、勘違いしてない？実はとっくに離婚してるし、家は私の家だし、何を勘違いしてるのか知らないけどさ、あんたはそういう立場にいないんだよ。あんたはもう出ていくしかないの。私に喧嘩売るのやめたら？待ってくれよ。何の話だ？この家は、二人の家だろ？もともと私の名義で借りてるんですけど、そこに自分が転がり込んできただけなのに、なんで私が出ていかなきゃいけないの？タイミングが来たら私も引っ越すけどさ、そもそも自分の家なんだから、出ていくタイミングは自分で決めるわよ。そうだっけ？マキの名義だったっけ？深夜さん、あなたは自分で買った家電とかも何もないでしょ？私の自宅に転がり込んできたんだから。それじゃあ荷物まとめて帰ってくれる？実家に帰れ、このクズ！なんでそんな言い方するんだよ。それが亭主に対する口の聞き方か。いや、もう亭主じゃないし。ああ、確かにそれはそうだけど。早く出て行けよ。どこに行くのか知らんけど、実家にでも戻れば？ま、あんたのことをお父さんが許せば、だけどね。え、どういうことだよ。いや、お母さんも許さないかもね。こんな解消なしのクズ男、誰も許さないか。そんなことない。なんでそこまで言われなきゃいけないんだ。はっきり言ってあげるわよ。稼ぎもろくにないのに、嫁にはマイナスポイント制度導入して、マイナス100になったら離婚する、捨てると脅して、妊婦になった私のサポートは何もせず、ただの最低クズ夫じゃない？実際は私が家賃払ってる家に住んでるっていうのに、自分がどんだけ偉いと思ってるのよ。亭主関白に憧れてるんだったら、まずはそれ相応の収入得てから言え。そういう風に思ってたのか。知らなかったよ。俺が稼ぎが少ないことを気にしてたんだな。いや、そこじゃないし。
稼ぎについては元から理解してたし気にしてないけど、結婚した途端にクズの本性を出してきて、亭主関白にこだわりすぎて、私の傷つくことばっかり言ってきたでしょ。それでもう無理になったってこと。無理って、だからって、離婚までするなんてひどいよ。俺はマキと離婚なんてするつもりなかったし、今後も一緒にいる予定だったのに。はぁ？自分で離婚を匂わせてきたんだろうが。じゃあ離婚するつもりもなかったのに、離婚届で脅してたってこと？マイナスポイント制度って何よ。ふざけんな。俺の方が立場が上だってことを分からせたくて。立場って、夫婦は対等なもんだろうが。なんなら収入は私の方が多いわ、このアホ。その通りです。すみませんでした。離婚届ちらつかせて脅すとかドン引きだし、もっと相手への思いやりとかなかった？ま、もうどうでもいいけど、さっさと引っ越してよ。行く場所も引っ越しの費用もないかもしれないけど。追い出すなんてやめてくれよ。俺はマキと子供を守っていきたいんだ。家族で仲良くやっていこうよ。は？家族で仲良く？もう離婚したって言ってるんだけど、理解できてる？その離婚もやめたいです。お願いします。俺は二度とふざけた言動を取らないから、ポイント制度も一時休止します。この後に及んで休止って。もういいわ。あんたには完全に冷めたから。勝手に出て行って、ホームレスにでもなれば。この家にはあんたの居場所はないんだよ。さっさと出て行け、このゴミクズ男。結局慌てた深夜さんは離婚したくないとマキさんに泣きついたんだそうですが、マキさんの意見を変えることもできず、最後は叩き出される形でホームレスになってしまったんだそうですよ。ご両親にも事情がすべてバレてしまい感動され、マキさんからは接近禁止命令も出され、ご両親はマキさんへの慰謝料を立て替えて深夜さんに請求。住む場所も貯金も全くなくなってしまった深夜さんは完全に途方に暮れているんだそうですが、マキさんにとってはもう知ったこっちゃないですよね。未だに復縁を希望して何度も懇願しているんだそうですが、マキさんはまだ許すつもりは全くないんだそうですよ。それまでの行動を考えたら当然の報いですよね。